メンノホンクーホルンメンノホンクーホルン男爵は、オランダの軍人、軍事学者。城塞包囲攻撃に関していくつかの発明を残しており、要塞の設計者として、ホラント州の防ンと呼ばれていた。発明品の一つに、持ち運び可能な軽量球法のクーホルン球法があり、このタイプの球法は、後の時代まで、クーホルン球法と呼ばれた。フリースラント州の州トレイワルデンで生まれ、 優れた軍事学の教育を受けて16歳でオランダ軍の大尉になった。オランダ侵略戦争で1673年のマーストリヒトの防衛と1674年のグラベ、方位に参戦した。そこで彼は小型球砲を発明した。1674年に大佐に昇進し、1677年のカッセルの戦いと1678年のサンドニの 戦いに参加した。大同盟戦争では、順将として参戦、1692年に、自分で設計した、ナミュール要塞の司令官として守備隊を指揮しているが、フランス軍の前に、陥落、1695年の第二次ナミュール、包囲戦で、オランダ総督家にイングランド王ウィリアム三世の、軍勢に加わり包囲戦を指揮して、ナミュールを落とした。 スペイン継承戦争にも参戦して1702年にフェンドを落としたが、1704年に63歳で死去。ありがとうございます。